はい、カパーチェブクロカッパ炎上です。さてね、某国からこの資金回収が最終局面、まあ日本のこの某国への投資がね、50% に激減して、まあそれだけじゃなくてこの外資ね、撤退も相次いでいる、ね、そういうお話見ていきましょうかね。で、外国人企業が去る、直接投資2年連続減少。外国人の直接投資が2年連続で減少したことが分かった。特に、某国と日本の関係が最悪の影響を受けざるを得ない日本の対、某国直接投資は前年に比べて半分程度に落ち込んだ。で、産業部が12日発表した2020年、外国人直接投資動向によると、2020年の外国人の直接投資は申告ベースで前年比 11.1% 減の207億5000万ドルとなったと。で、実際の執行基準では前年比 17% 減の110億9000万ドルとなった。コロナによって世界的に投資が大きく萎縮した中、我が国も例外ではなかったのだ。国別では最近我が国との関係が悪化の一途をたどっている日本からの投資が激減。昨年の日本の FDI、FDI ってあの直接投資のことですね。が前年、14億ドルの半分の7億ドル、日本円で700億円レベルに暴落したと。で、まあ他にもうんぬん書いてあるんですが、外国人投資が減少する中、外資系企業の撤退も相次いでいる。産業部によると、対某国投資企業の登録抹消件数が2017年1028件、2018年が791件、2019年738件に達したと。うん。さて、じゃあこのニュースを見た某国の人たちはこんな感じでした。まず最初の人が、 OECD 加盟国や我が国と経済規模が似ている他の国はどうなんだ、なぜ、メディアはワクチンを買ってくることだけは比較するけど、こういうことでは比較しないのはなぜなんだ。他の国では外国企業は投資盛んなのか。我が国だけは外国企業から投資されずに去っていくというつもりか。経済が衰えたように見せかけようとする典型的なゴミ記事だ。ね、面白くないから納得いかないって言ってますね。で、次は立場を変えて、あなたなら我が国に投資したくなりますか。Wi-Fi で動画見ながら車組み立ててるくせにお金をもっとよこせと言うし仕事しない日もお金払わなきゃいけないし、工場一つ建てるのにもなんでそんなに規制が多いのか。電気料金も上げる準備しているし、風呂敷持ってついて回りながら止めたいよ。風呂敷持ってちょっと言ってる意味はよくわかんないですけど。で、まあメディア批判のコメントがすごい多いですかね。残念ながらまともなコメントは今の一つだけだったかな。うん。それだけ国内の株式が頑丈になったってことじゃないの？わら。とか、日本の直接投資が減ったことのどこが残念なんだ？みたいな。いつも以上になんか、乏しいコメントでしたね。まあいいでしょう。まるっきり面白くないニュースの場合ってこのパターンは結構ありますけどもね。彼らにとって。いや、普通に考えてさ、だってこんだけね、もうリスクが高いというか、もうリスクしかない国、地域に、誰が投資するんですかと逆に聞きたいですよね。いや、まあ投資っていうからにはね、当然こうね、それはリスクもね、それは時に、ね、それもこう込みでっていうのは、まあ分かんない話じゃないですよね。まあ投資に見合うメリットがあるんだったら、特にリスク取ってでもね、っていうのはありますけどもね。じゃあ某国にね、その危険を冒すだけの価値があるんですか。メリットありますかね。そもそも取りに行くものなんですか何にもないじゃないですか。だってデメリットしかないんだもん。いや、ハイリスクハイリターンだったらまだわかるんですよ。しかしハイリスクノーリターンだもんだってね。だって帰ってくるのデメリットなんだもん。そりゃ投資しないよね。で、逆に不思議ですよ。まだ 50% も投資してるやつらいるんだって。そっちの方が不思議で心配になるよ。ね、だからもういい加減目覚まさないとダメだって言ってるじゃん、何回もね。彼らに例えばね、恩情なんかね、与えたとしても全部あだで返されるのがオチだったじゃないですか。ずっとそういう歴史でしょ、我々と彼らって。ね、
まあでもどうだろうね、日本の中にいるね、うん、要はあの彼らにねルーツを持つ人たちが投資している可能性もありますよね。うん、まあそれだってね、今までどんだけね、うん、まあ彼らにとっちゃ祖国母国なのかなに忠を尽くしても見返りなんてありましたっけ。うん、だってね、本国の人からも見下されてるのによくやるよなーって。うん、そんなことするぐらいだったらね、普通に合流すればいいのに、なんで日本にいながらなんだって違う違う違う、一切合切持ってね帰ればいいだけなのになって思いますけどもね。うん、まあまあね、結局ね、うん、あっちもこっちもね、うん、多分頭空っぽだからじゃねって普通に思いますけども、うん、いやいやいや、だってまず政治も不安定だしね、普通に考えたら投資なんかするはずもなくでしょ。うん、まあこれ結構前から言われてますけど、やっぱ来るときは一気に来るってね、まあ僕みたいな一般素人じゃなくてね、もっとこう詳しいね、あの国のね、その経済にね、もっとこう特化していろいろこう知識がある人なんかが言ってますよね。来るときは一気にバタバタッと一気にガタッと来るって。うん、だからほら今ね、あの国の状況ね、その株とか為替とか見てるとさ、ものすごいヒートアップしてるじゃないですかね。うん、だからあのビットコインなんかがいい例でしょね、どえらいことになってますよね。うん、だからあれなんかはもう典型的な前兆じゃないかなってやっぱ思いますけどもね。うん、まあまあいろいろ言いましたけど、要は投資する価値があるかないかっていうことでしょね。ないでしょそりゃ。うん、いやない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 ね。でまあ、うん、案の定ですけどね、投資が少なくなりました。要は言い換えるとね、未来とか希望がないからでしょ。だからなくなるんでしょ。いやそういうのがあればほらね、普通にこう投資するじゃないですか。うん、まあでも気にしなくていいんじゃないですか、暴行の人たちはね。どうせほら北側のあのね、例の兄弟たちに吸収されるだけなんだからさね。いやーでも我々日本国民としては生きてる間に一回ぐらい見てみたいですよね、そういう様子。だってほら一応自称とはいえね、これ前も言いましたけど、自称とはいえ先進国と言われる国がね、まさに目の前で消えてなくなるんですよ。いやまあ物理的になくなるわけじゃないんですけど、うん、いやちょっと見てみたいじゃないですか。だからもうベルリンの壁崩壊を上回るなんかね、うん、なんかショーが展開されると僕は踏んでるんでね。うん、やっぱりね、なかなかそうないと思いますよ。うん、一生のうち一回あるかないかじゃないですか、やっぱり頻度的には。うん、やっぱ興味深いじゃないですかね。しかも我々日本ともね、全く何の縁もゆかりもなかった、まあゆかりはないですけどね、うん、全く無関係だったかっていうとそういうわけでもないじゃないですかね。望まぬこととはいえね、関わらされてきた、うん、ちょっと言い方合ってるね、関係持たされてきたね、うん、そういうのもあるんで、やっぱりそのね、その顛末というかね、決着どうなるのかなって、ね、確認しておきたいですよね、やっぱりね。うん、まあちょっと話それましたけども、しかしまあなんで彼らっていつもその なんていうの、絶対値でって言ったらいいのかな、そういう考え方思考がなんでできないんですかね。うん、だってね、うん、私んちは貧乏だけど隣んちはもっと貧乏だからでなんか解決すんのかって普通に不思議に思いません。うん、まあね、まあコメントもね、いつも以上にろくなコメントなかったんですけど、まあ暴行で一番のリスクね、その要因要素はね、やっぱり亡国人そのものなんじゃないかなって、そういうことですよね、やっぱりね。うん、逆に言ったらそれ以外の要因ってあるかなないよな。うん、まあいいでしょう。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。